人里離れた山中の研究所にインターンに行くのはまずい選択だったか。頭蓋骨のマークのついたレバーを試しに引いてみたりするんじゃなかったなんて、そんなことを嘆いている場合ではない。一刻も早くこのゾンビの群れから逃げ出さなくては。あなたと逃げるのは用務員と研究助手と年老いた教授。安全な道は一つしかない。大渓谷にかかる古びた長い吊り橋を渡るのだ。あなたは1分で渡ることができるが、研究助手は2分かかる。用務員はもう少し遅くて5分かかり、教授はロープにつかまりながら一歩ずつ進むのでたっぷり10分かかる。教授の見立てによると、ゾンビは17分で追いついてくるので、全員が渡り終わってロープを切るまでに時間に余裕はない。そしてあいにく一度に2人ずつしか橋を渡ることができない。さらに悪いことに、非常に暗くて視界が悪く、手元の古ぼけたランタンでは限られた範囲しか照らせない。時間内に全員逃げられる方法はあるのだろうか。一度に橋を渡れるのは2人だけで、ランタンで足元を照らしながら一緒に進まなくてはならないが、渓谷の両端で待っているときは暗くても安全な状況。一番重要なのは、ゾンビが来る前に全員が無事に渡り終えていること。さもないと、まだ誰かが橋にいる間にゾンビも橋を渡ってくることになる。そしてズルはしないこと。空中ブランコのようにして渡ったり、橋をイカダにしたり、ゾンビと友達になるのもなしだ。答えまで3秒前、2秒前、1秒前。一見どうやっても1、2分足りないようだが、でもちゃんと方法はある。ここで鍵となるのは、速度が遅い2人が一緒に渡ることで時間を最小限にすること。ランタンを持って2度戻らなくてはならないので、これは足の速い2人に任せたいところ。まずあなたと助手がランタンを持って渡るが、その時は助手に合わせて少し速度を落とす。2分後に2人が渡り終えた。一番俊速のあなたがランタンを持って戻る。まだ3分しか経っていない。ここまでは順調だが、ここからが難しいところ。教授と用務員がランタンを持って一緒に渡る。ここまではゾンビが夜も目が見えるようにしたことを嘆きながら歩く老教授と用務員が歩くので10分かかる。2人が渡り終えると残りは4分。まだあなたはまだ橋の反対側にいる。でも対岸で待っていた助手は2番目に足が速い。彼女は教授からランタンを受け取り走って戻ってくる。ここで残り2分しかないが、いよいよ最後2人で渡る。そして2人が渡り切ったら縄を切って橋を壊せばいい。なんとか間に合ったね。やれやれ、来年の夏は図書館に居続けることになるでしょうね。チャンネル登録しておすすめのレッスンで好奇心を養いましょう。